巨人中島と西武山川トレードの可能性を。あと72本で2000本安打。達成させてあげたいけど残念ながら出番なく、放出してあげたい巨人。別に必要ないけど、球界のアメリカ、球界の名手として困ってる球団がいたら手を差し伸べ続けてきた巨人。とにかく放出したい西武。かつてのスターに帰ってきてもらいたい西武。両者の思惑が一致しそう。と、Y が考えてたことを文春も言ってた。これはありそうやな。もう終わったよ西武山川穂高の移籍先に巨人が急浮上。俺は来年ここにはいないから球団が無期限出場停止を発表。山川自身は連日、本拠地のベルーナドームに隣接する2軍練習場で、若手と一緒に練習に励んでいる。だが、俺は来年、ここにはいないから、もう終わったよ。と、半ば投げやりに言い回っているという。今回、無期限での出場停止処分を決めた西武。山川が再び1軍の舞台に立つのは難しいようだ。早くも西武は水面下で山川の放出先を探し始めているセリーグ球団関係者という。当初の予定通り、国内フリーエージェント FA 権を取得できれば、大型契約を結べるソフトバンクへの移籍が極めて濃厚でした。しかし、ソフトバンクは親会社のコンプライアンスが厳しいため、書類送検されたことでハードルは格段に上がった。高額年俸がネックとなり、他球団も獲得には消極的です。そもそも、山川の FA 権取得に必要な1軍登録日数は残り17日。今季中に FA 権を取得するのは絶望的です同然。急浮上した巨人移籍説。だが唯一、トレードで話がまとまりそうな球団があるのだという。巨人です。過去には、日本ハムで暴力事件を起こして無期限謹慎処分を受けた中田翔内野手を原辰徳監督が引き取った前例がある。中田も心を入れ替えて、今は一軍の大事な戦力として活躍しています同然。トレードの相手として、すでに具体的な名前も飛び交っているという。かつて西武でミスターレオと呼ばれた中島博之内野手41です。渡米を経て2018年に巨人に入団したものの、現在では出場機会に恵まれず、くすぶったまま。ポジションも山川と同じ一塁ということもあり、二人の交換トレードが現実的です。中島も最後に西武でユニフォームを脱げば、将来の指導者の道も開けてくる同然。原監督も山川再生に前のめりのようだ。原監督はもともと、山川のことを日本人最強の右打者と絶賛していました。中田を再生した手腕を評価されていますが、その手腕を山川で発揮してもいいと前向き。今季の V2 が濃厚な巨人の戦力強化にもなる別のセリーグ球団関係者、原再生工場の誕生となるか。やばすぎやろ。西武ファンは今更中地に帰ってきてほしいんか？中地はもう引退じゃね？中地とおかわり中村って同じ年くらいか。中地が1つ上やな。そこで無償トレードって発想は巨人には永遠に出てこないんやろな。山川どこ守るの？原最終年にふさわしい補強と言える。2000本達成してほしいけど現状若手優先になるのはしゃあない。西武行ったところでそれは同じやろうけどまだ巨人におるより試合には出れそう。さあ、本当にこのトレード、実現してしまうのでしょうか。ぜひ皆さんご意見を寄せくださいね。ご視聴ありがとうございました。